バイブレーションプラグの、ラトリンサバイブ。泳ぎの姿勢がバイブレーションなのにちょっとね水平に近い。じゃあそれが春どういいのか。もう水温が17度18度になって、魚が活性が一定の活性になってれば、もうとにかく巻いてるだけで魚を反応させられる。でも春は活性が高くなったり低くなったりっていうことがすごく多いんで、そのただ巻くだけだと今言った低活性のバスは追い切れない。で、低活性のバスがどんな場所にいるかって言ったら、石の影とか木の沈んでる木のね影とか、生え始めたウィードのところとか、いろいろな自分が身を寄せられるところにいる場合が多い。そういう時に、このねとんがった頭、これがまあ言ってしまったらクランクベイトのリップと同じような感じで物にコンタクトします。この両端で綺麗にかわしてすぐに泳ぎ始める。だから根掛かりがねかなり回避できる。だから今までバイブレーションで根掛かるの嫌だからバーって早く巻いちゃってた、そういう場所でももう少しスピード落として物にコンタクトをさせて抜いて、そういうアクションをつけてあげると、この春のバスにはねとっても効果的です。子供のカバーとかそういうのに当てながら使ってもらうといい効果が出ると思いますよ。